おいマリサ、はよ動画の更新しろや、作っとるやつが、仕事まみれでヒーヒー言ってたようだ。今日はリクエストいただいた黒い霧事件について解説するぜ。よしわかった、解説してくれたら、優しそうな野球選手の写真をあげるよ。PL 学園の OB も頼む。わかったよ。それじゃあ、反射によって野球がめちゃくちゃにされ、多くの逮捕者や処分者を出した黒い霧事件について解説をするから、お付き合いよろしくお願いしますだぜ、だぜ。1969年10月にしてライオンズの国広球団社長は、記者会見を開き、投手である長安正幸と、他二人の投手が野球賭博に関与しており、わざと負けていたことを発表。また、他の球団にも八百長をやっている選手がいると報道陣に話した。さらに、国広社長は、長安はプロ野球から永久に追放したい、このように話した。他二人の選手は、長安に誘われて一時的に八百長に手を染めたが、反省しているので処分の対象としなかったようだ。これで一件落着だね。ご視聴ありがとうございます。ほら、勝手に終わらせるな。名前が発表された長安はどうなるのさ。記者会見の後、長安の自宅にマスコミが押し寄せるが、長安本人は八百長を否定した。え、長安は黒なんじゃないの？実は、この時点では八百長の証拠がなかったんだ。長安が登板すると不可解な負け方をしたり、敗戦時にも笑顔を見せたり、怪しい動きがあったから球団社長から呼び出されたんだが、長安は黙秘を貫いていた。黒と思われるけど、決定的な証拠がない状態なのね。だから長安は、マスコミに対し疑惑を否定。その後、行方不明となったぜ。一度、夕刊フジの記者が伊丹行きの飛行機で、偶然長安と遭遇したが、痛みにつくなり長安は姿を消してしまったぜ。そういえば、インチキをした選手がいるってことは、八百長話を持ちかけた人もいるよね。ああ、記者会見の何日か前に暴力団臭い男が球場に来て、負けなかったら殴り込むと西鉄の中西監督を脅してくることもあった。やはりヤクザが絡んでいるのか、長安は大丈夫なの？ああ、危険だから保護が必要だ。それに、真相を知っているであろう長安がいないと、八百長問題の調査が進まない。だから国広社長は、自分の人気が終わるという状況で、公認に汚い球団を任せるわけにはいかない。こう言って、長安の捜索を開始するぜ。おお、社長は男だね。消息不明の長安がどこにいるか、世間が騒ぐ中、週刊ポストが長安以外に8名が八百長に関わっていると報道。公表された選手と球団はすぐに否定したが、実は、与田は西鉄の記者会見の1週間ほど前に、突然、退団届を提出している。これは怪しい。さらに、前年に西鉄から中日に移籍した田中も、八百長に関わっているという報道が出た。NPB は調査委員会の設置とかやらなかったの。リーグ、コミッショナーともに身の危険を理由に、調査には消極的だったんだ。だから、岡野とリーグ会長が単独で福岡に行って調査、報告書をコミッショナー委員会に提出したぜ。11月28日に、宮沢コミッショナー委員長は、調査の結果、長安が八百長に関与しており、長安本人が姿をくらませたまま、弁明をしてこないことを理由に、永久追放処分にすることを発表した。その時の記者会見で、宮沢委員長はとんでもない発言を連発したぜ。調査報告書って、どんな内容だったんですか？公開できません。他に疑惑のある選手もいますよね。他の選手がこの問題に関与している証拠はなかったよ。球団に暴力団が来て脅してきたけど、この問題に暴力団が関わってますよね。暴力団は関与してないよ。長安の行為が問題であり、暴力団の関与は調べる必要はないよ。長安が見つからないなら、八百長問題の真実がわかりませんよね。八百長とは何ですか？その言葉の定義を教えてください。何このやる気ない回答。NPB としては、長安が個人的にわざと負けるようなプレイを行った。八百長なんて存在しないし、暴力団の関与もない。だから長安だけ処分して、騒動を終了させようとした。臭いものに蓋じゃないか。だから世論は猛反発したぜ。その声に反応してか、自民党の川崎議員、社会党の中谷議員が、臭いものに蓋をしているだけだ、と NPB を非難。スポーツ健全化のため国会でこの問題を取り上げることを発表。問題が大きくなってきたね。こうした動きに岡野とリーグ会長が、問題に蹴りはついてる、と反発。宮沢委員長も、臭いものに蓋、発言に不満を示すぜ。NPB 側が正しいという可能性はないの？テレビで八百長問題を語っていた明治大学の助教授が、脅されたりしてるから、問題は片付いてないと思われる。そして、川崎議員や中谷議員は、プロ野球健全化のための公聴会、を開き、国広全球団社長をはじめ、セ・パ両リーグ会長、コミッショナー事務局などを招致した。公聴会では何が話し合われたの？八百長が疑われる試合が数多くあるのに、球界側が対策や調査をしないことが非難されたし、鈴木助教授が脅されたことや、コミッショナーが、テレビで八百長を話すな、と圧力をかけてきたのも非難された。圧力かけてたんかいな。そういえば、最初の記者会見の時、国広社長は、八百長は、長安以外に二人いたって話してたよね。同じことが公聴会で質問されたんだが、国広前社長は、こう答えた。そんなこと言ってない新聞記事は間違いだ。はぁ、他の球団も 99% 八百長をやってるって話は、冗談で言いました。この発言には議員たちも呆れ果てたぜ。鈴木セリーグ会長も国広前社長を援護して、新聞記事は間違いだと発言する始末だ。この人たち、完全に腐ってるじゃないか。ちゃんと調査しなさいよ。
その意見に対し、井原コミッショナー事務局長は、これ以上、この問題を突き詰めると長安と周辺人物の命が危険として、調査を進めない意向だ。ねえちょっと待ってよ、コミッショナー側は、長安を追放処分にした時、ヤクザとの関係性はなかったと発表したよね。なのに、命の危険があるの。ああ、明らかに矛盾しているから突っ込まれたが、井原事務局長たちは、のらりくらりと、はぐらかすだけだ。そして翌日、宮沢委員長が招致された。事務局長の矛盾した発言が追及されるよね。もちろん議員たちから命の危険があるってどういうことだ、と突っ込まれたんだが、宮沢委員長はこう答えたぜ。皆さんの聞き間違いだ。全員が聞き間違いするなんてあるかいな。なら、事務局長の言い間違いだ。何この人、正気なの。その場にいた全員が、あまりのひどさに唖然としたぜ。この他に、野球場で賭博が行われているため、NPB は自衛措置を取ってほしい、といった要望も出たが、球場内の賭博なんて見たことない、と返すなど、熱意のない態度を取り、公聴会は何の成果もなく終わった。さらに宮沢委員長は、その後マスコミに向けてこう語った。プロ野球は健全に動いてる。黒い交際についても、野球選手に高潔な人格なんて期待できないし、必要もない。明らかに野球選手を見下してるじゃないか。長安が姿を消してからグダグダと5ヶ月半が経過。ここで、新たなニュースが入るぜ。長安は札幌で愛人と共に小さなアパートに住んでいた。まさかの北海道、伊東にいるとか、名古屋にいるとかいろんな噂があったが、長安と親交のあるルポライターが流した嘘情報だ。このルポライターは、長安を守ると共に、公の場で全てのことを話すように説得。長安は週刊ポストと内外タイムスのインタビューに応じたぜ。な、何を語ったの？八王朝はやったがヤクザとは関係を持っていない。金をもらったのは関西の商人からだ。全幅資金は西鉄のクスネオーナーにもらった。何度も金を受け取っている。国広前社長や監督もこのことは知っている。でも、年末に突然、球団は君と関係ない、と言われた。他に、とか、もう八百長をやってる。でも、悪いのは自分一人でいい。他の選手に迷惑をかけたくない。これって西鉄が長安だけに罪をかぶせて、組織ぐるみで隠蔽してたってこと？長安の話によるとそうだな。この報道を受けて、西鉄に取材が殺到するが、西鉄側は取材拒否。コミッショナー、パリーグ、国広前社長も、長安は嘘をついてるから、他の選手の名前を出さないんだ。そう言って、長安の発言を否定した。しかし、数日後、以前の記事で名前が出た人も含め、さらなる選手名が新聞で報じられるぜ。これは本当なの？これらの選手たちは、長安のインタビューの際に、長安の口から名前が出た選手たちだが、報道しないでほしい、とお願いした部分だ。インタビュー音声を手に入れた共同通信が、勝手に配信した。ひどい。だがこの報道を受けてコミッショナーや、セパ両リーグは態度を変えた。他の八王朝選手の名前を出せないから、長安は嘘つきって主張だったもんね。宮沢委員長は、長安一人に席を負わせない、と発言。セパ両リーグも徹底的に調査すると発表したぜ。肝心の西鉄は認めたの。青木新社長は、八王朝選手がいるわけない、として、国広前社長や、選手たちも報道はデタラメだと否定した。しかし、宮沢委員長は西鉄の表明は信憑性に欠けるとして、長安に出頭を命じた。追放された選手のことなんて知らんとか言ってなかった。そこのまんじゅう、黙ってろ。潰すぞ。議員たちにも動きがあり、球界側の調査のみでは客観性に欠くため、長安を参考人として招致することを決めたぜ。長安は議員とコミッショナー両方から呼ばれてるけど、どうすんの？長安は最初、コミッショナーの事情聴取に応じるつもりだったが、コミッショナーは、立ち会い人を認めず長安一人での出頭を要請。それは危険じゃない？ああ、長安が信頼をしているルポライターや、週刊ポスト編集部も不信感を抱いて、先に議員と会い、記者会見を開いた上で、コミッショナーに出頭する方針にしたぜ。こうして、長安は半年ぶりに公の場に姿を現し、議員や弁護士同伴で記者会見を開いたぜ。これで真相がわかるの？長安は全てを告白したぜ。同僚の与田に誘われて、神戸で牛乳販売をしてる藤縄という人に会い、八王朝を依頼された。公式戦で3回八王朝を試みたが、成功したのは1回だけだった。与田の他に、増田、池永、村上、元井、船田も八王朝をやった。他球団では田中勤、佐藤公弘も八王朝をやっている。田中は池永に金を渡していたし、佐藤は西鉄の先発情報を売るように要求していた。クスネオーナーとは姿をくらませてから何回か会って、潜伏資金550万円を渡してもらった。その時、仲介したのが八王朝を誘ってきた藤縄という男だ。つまり、同じチームに八王朝を広めた奴がいて、他の球団でも八王朝をやっていたし、八王朝を持ちかけてきた人物は、オーナーと顔見知りってこと？まあ、長安の話ではそうなるな。西鉄や名前を公表された選手たちは猛反発。長安は気が狂っていると、怒りをあらわにした。クスネオーナーは、雲隠れした。西鉄はもう言い逃れできるレベルじゃないと思うんだけど、それでも西鉄は選手は潔白であるとして、内部調査を行い、報告書をパリーグに提出したぜ。警察は、違法賭博に関与した疑いで、藤縄の捜索を開始。藤縄が八王朝をネタに西鉄を脅している可能性もあるとして、長安の周辺人物から事情を聞く方針を発表。
他のパリーグ会長も八百長なんてないと言ってたが、長安は本当のことを言っているだろうと記者に話し、改めて独自にこの問題を調査することにした。他のって何かを隠してそうだったけど、やはり立場は中立だったのかな。他の会長は、2日後、日鉄の調査報告は信頼できる、と発表して、調査終了を宣言したぜ。今までと変わらんやないかい。ところで、会見で名前の出た藤縄って誰なの？警察は藤縄を見つけられないの？まあ、朝日新聞の独自調査によって、長安の会見通り牛乳販売を営んでいることや、過去に傷害で逮捕歴があることが分かったが、行方をつかむことはできなかった。もう海外にでも逃亡してるんじゃないの？記者たちも必死に藤縄を探していたんだが、そんな時、朝日新聞本社に突然謎の男が現れ、記者たちに向かってこう言った。私が藤縄です。は？これって本人なの？ああ、藤縄本人だ。記者たちに対し、長安と知り合いであることは認めたが、八百長への関与や、西鉄のクスネオーナーと会ったことは否定した。西鉄を脅してるって、警察に疑われているよね。それも否定したぜ。藤縄曰く、長安が球団幹部に追放のことで電話をしたとき、あまりに激怒しているので、自分が電話を代わり、長安の兄だが家族みんな迷惑してる、どうしてくれるのか。そう、球団に抗議したのが誤解されたと説明した。まあ、この人は、朝日新聞に長安の記者会見の発言を、全て否定しに来たわけだな。結局、長安の証言を裏付ける証拠や証人もゼロのままなのね。そうだな。コミッショナーは何か対応をしてんの？宮沢委員長が記者会見を開き、今後も調査を続ける旨を発表。ただし、調査内容は公開しないし、国会が騒いでいても、それは国会が勝手にやっていること。事件性があれば、それは警察の仕事だと説明したぜ。この人たち何にもしてないんじゃないの？当然、記者からファンにきちんと説明しましょう。と言われるが、君がそう思うのは君の勝手だ。そう言って記者をあしらったぜ。ほんとこの人、上級国民的な態度。実際、戦前から憲法学の権威で東大名誉教授だしな。マスコミや世論はこうした球界の姿勢を非難はするが、八百長をした長安の味方をするわけじゃない。仕方ないと。はえ、長安は孤独な立場だね。長安もさすがに黙っていられず、朝日新聞の取材に対し、自分だけを悪者にして切り捨てた西鉄を許さないし、藤縄も虚言を重ねていると非難をした。そんな時、長安の発言を裏付ける新たな証人が現れたぜ。これは急展開だね。一人目は長安が昨年離婚した元嫁の友人だ。この人は離婚協議の際に代理人を依頼されたんだが、その時長安は西鉄から資金を受け取り、その一部を慰謝料に充てると話した。二人目は福岡で麻雀店を営む男性だ。球界の態度に失望して証言をしてくれた。この人は店に来た西鉄職員から与田と増田が八百長に関与しているという話を聞いてる。そして長安の両親も証言をした。過去に大阪の西鉄事務所に呼び出され、長安本人や藤縄と共にクスネオーナーに面会したことを語った。あれ、過去に長安が伊丹行きの飛行機に乗ってたよね。だから信憑性が高いと思われるぜ。長安の発言に対する証人が出てきて世間が騒ぐ中、とんでもないニュースが飛び込んでくる。警察は藤縄と田中をオートレースの八百長で逮捕したと発表。いきなりオートレース。実は、当時のオートレースでも八百長は盛んでな。警察は、オートレーサーをはじめ、八百長を支持した暴力団関係者を次々と逮捕していた。逮捕されたレーサーの一人である優国彦が、警察の調べに対しこう語った。藤縄から現金を渡され八百長を支持された。その場に田中をはじめ複数のプロ野球選手がいた。藤縄や田中は入れ墨や指を詰めた男たちと自宅に押しかけてきて、何度も八百長をするように言ってきた。怖すぎるよ。こうして田中や藤縄は逮捕され、容疑を認めたぜ。藤縄は野球の八百長について、何か話したの？実は、藤縄は逮捕直前、記者に対しこう話していた。9回にわたり、野球賭博の八百長を企画した。増田や与田に会い、現金を渡して八百長を支持したが失敗した。元や村上も脱稿に工作を行ったが、通算で4500万の損失を出して儲からなかった。クスネオーナーと4回会って長安の全幅資金を受け取った。やっぱり西鉄は嘘をついてたじゃないか。これが報じられると、とんでもない騒ぎとなったが、青木新社長は、藤縄の発言を否定。あれ？クスネオーナーは、雲隠れしたままだ。パリーグ会長は、全面的に信じることはできないが調査のため福岡に行く、と発表。また独自調査会な。コミッショナーは、伊原事務局長は、捜査を見守りたいと発言。宮沢委員長は、明確な事実が出てきたのは良いことだと発言した。この人たち、いつも他人事みたいな発言。警察は、藤縄の証言をもとに野球賭博をめぐって動く巨大資金や、背後にいる組織を明かしていくとした。こうした動きを受けて、雲隠れしていたクスネオーナーが、東京地検特捜部に事情を説明したいと発表。出頭して事情聴取を受けることになるぜ。何を話したの？ついに、オーナーは長安の発言通り、潜伏資金550万円や、藤縄に手数料を渡したことを認めた。ただし、潜伏資金ではなく、公正資金であり、脅迫もされていないと話したぜ。他には何を話したの？実はわからないんだ。オーナーは事情聴取後、ホテルで記者会見を開いたんだが、すぐに、ちょっと出かけてくる、と言って突然ホテルを出て、飛行機で服を
岡に帰った。このおっさん、だから、マスコミはオーナーに同行してた、藤本常務に取材をするのだが、オーナーから何も聞かされてなくてな。長安に金を渡したという事実はない。紙に誓ってない。知らないものは知らない。まだ否定するありさまだ。ああもうめちゃくちゃだよ。そうしたコントが繰り広げられる中、警察はオートレースの八百長でさらなる暴力団組員を逮捕。逮捕された組員が、藤縄と共謀して、オートレース八百長を指示したと供述したぜ。さらに、中日の小川がオートレースの八百長に関わっている、供述も出たため、後日小川も逮捕されたぜ。そして、東京地検特捜部は、藤縄が増田と与田に現金を渡して八百長をやったと発表。これはもう全員認めざるを得ないでしょ。増田と与田は、これでも八百長を認めず潔白を主張したぜ。しかし、宮沢委員長は増田と与田に出場停止処分を下した。やっと動いてくれたのか。藤縄が供述した八百長試合の内容と、この二人が出た試合内容が一致したらしい。これで西鉄は追い込まれたね。これに対し、青木球団社長は、出場停止処分は、暫定措置である、すなわち疑われたということである。こう言って、黒田とは認めなかった。ただ、疑惑が消えてない他の選手に二軍での練習を命じた。無理がある気がするけど、西鉄は必死に否定をしている中、東京地検特捜部は、長安が発言した西鉄6選手の、八百長関与は事実であるとの見解を示した。この発表を受け衆議院文教委員会では、宮沢委員長と岡野パリーグ会長が招致されたぜ。この二人もずっと否定してたり、まともに調査もしなかったけど、どうすんの。ここで中谷議員が岡野会長を激しく問い詰めた。あなたが潔白だと言った選手が次々と黒になるのはどういうことだ。岡野会長は、自身の調査では証拠がなかった、と反論すると。証拠がないんじゃない。あなたの調査能力がないのだ。白黒認定できないなら調査を続行するべきだろう。そうだそうだ。これに対し宮沢委員長が反論したぜ。黒と確定できないならそれは白です。だから問題ない。うわ、この人たちは当事者でありながら何もできてないのに責任は感じないの。同じ質問型の議員から出たんだが、知らないものは仕方ないでしょ。そう言って自分たちに責任はないという立場を崩さなかったぜ。こやつ態度悪すぎないか。この場に当時新人だった森喜朗もいてな。宮沢委員長に質問予定だったんだが、会議の直前先輩議員から圧力をかけられたそうだ。真相は不明だが、宮沢委員長は責任を追及されない何かしらの確信があったのかもな。納得いかないな。同じ日に青木新社長が記者会見を開いたぜ。また選手は潔白だというのか。いや、西鉄選手の八百長を認めた。ついに西鉄が八百長を認めたのか。与田と増田は藤縄から現金を受け取って八百長をやり、他の選手も八百長に勧誘。勧誘された4名は情状酌量の余地があるとした。この4人は八百長を断ったが、無理やり金を押し付けられたそうだ。怪しい金なら断ろうよ。池永は現金を突き返そうとしたが、田中から受け取ってくれないとわしの命が危ないと言われ、先輩に逆らうわけにもいかなかった。他の3人も同じように押し付けられたようだ。後日元井は与田の自宅を訪問して金を返却し、コーチに全てを報告した。他の3人も金を返却するか球団に渡している。やっぱり球団は隠蔽していたんだね。八百長を否定していた与田と増田もここまで来ると認めざるを得ない。青木新社長の会見後、次々と黒い霧が発覚していくぜ。後のものも含めてまとめて紹介するが、野球やオートレースでこれだけの不正行為や未遂があったぜ。なんちゅう数の多さだ。さらにクスネオーナーが球団オーナーと西日本鉄道の社長を辞任すると表明。やっとこの人も責任を取るのか。地元財界から福岡の面汚しと散々批判されていたが、辞任後は取締役として社内に残った。なんちゅう人だ。そしてコミッショナー委員会から西鉄選手の処分が発表された。与田、増田、池永の3名は永久追放、船田と村上は今シーズン出場停止、元井は厳重注意とした。八百長を断った池永も追放なの。宮沢委員長によると、無理に押し付けられた金の返却が遅かったことが印象を悪くしたそうだ。すぐ返却してコーチに報告した元井は厳重注意となっている。池永は他に飲酒運転をしたり、やんちゃな性格だったから元の印象の悪さもあっただろう。平等とは思えない処分だけど、与田と増田も池永はやってない、自分たちと同じ処分なんて納得がいかない、あんな素晴らしい投手は二度と出てこないぞ、そう訴えたが処分は変わらなかった。そんなすごい投手だったの。高卒で入団後6年で103勝を挙げている。6年目は追放となったから4勝しかしてない。まだ若いんだし追放したらダメだよ。当時も池永の処分は不可解と言われていてな、見せしめに追放になったと噂された。まあ八百長をやってなくても危ない筋から金品を受け取っただけで永久追放だから、他の選手に対する警告としてかなり効いたと思われるぜ。納得いかないな。まあ野球選手も誰を味方につけているかで運命が変わることは珍しくない。
親会社の業績悪化で、スポンサーの発言権が強くなり、そのスポンサーと親しく付き合ってる OB が、新監督としてプッシュされることもある。ただの予想だが、池永には後ろ盾がなかったのかもな。結局藤縄は何をやっていたの？1971年に藤縄は、ファンに詫びる、という本を執筆。その中で語られたのは、まず、藤縄は知人の社長から野球賭博に誘われて、それ以来賭博にのめり込むようになった。ある日、南海の佐藤君広を交えて食事をしていたところ、佐藤が30万円を払えば八百長できると言ってきた。藤縄はその場で30万円の小切手を切り、佐藤にも謝礼として10万円を渡し小川を紹介してもらった。そして小川が先発した時は必ずわざと打たれて、藤縄は野球賭博で大金を手にするが、小川は成績不振により、二軍落ちをしてしまう。そこで紹介されたのが田中だ。田中も八百長に協力し、藤縄はどんどん賭博で大金を得る。藤縄はさらに工作員を増やすため、田中、長安、増田、与田に金を渡し、4人が後輩たちに金を押し付けたわけだ。八百長発覚後は、長安とクスネオーナーの間に入り、潜伏資金の一部を手数料として受け取っていた。ただ、西鉄の八百長はさっぱりうまくいかず、多額の損失を出して、一時は破産寸前だった。それに、失敗した後ヤクザに拉致されて、脅されることも何度もあった。藤縄は八百長における番頭みたいなものだったのかもな。じゃあ黒幕がいるよね。黒幕かはわからんが、藤縄に資金を提供していた。元暴力団会長やその配下のヤクザは一連の騒動の中で逮捕されたぜ。佐藤君広に言われて、藤縄が八百長をやり出したように、以前から野球の賭博や八百長がいろんなところで行われており、藤縄や西鉄選手が下手打って表面化したって感じだな。じゃあ、コミッショナーやパリーグ会長も、以前から八百長があったと知ってたんじゃないの？まあ、テレビで八百長問題を語っていた鈴木助教授は、野球界と親しく付き合っていてな。実は、八百長発覚のすぐ後に、岡野会長から、佐藤や小川は八百長をやっている、という話を聞いている。当然、セリーグ側もこのことは知ってるし、コミッショナーも把握していたと思われる。やはり隠蔽しようとしてたんじゃないの？あくまで、助教授が言ってるだけだし証拠もないから、セ・パ両リーグ会長や、コミッショナーは、この事件の後も、職を継続するぜ。処分された人は、その後どうなったの？長安は札幌でスナックを開業したが、嫌がらせが絶えず、同じ北海道の滝川市に店を移す、ひっそりと生活し、2003年に病気で亡くなったそうだ。増田と与田はタクシー運転手に転向、池永は博多でスナックを開業、店は繁盛し、店のトイレの壁は池永へのの、激励の言葉で埋め尽くされていた、追放取り消しの署名運動も幾度行われた、あの鍋常さんも、いつまで彼を永久追放にするんだ、と、NPB に対し文句を言っている。そして、2005年にやっと処分が解除され、プロ野球指導者や解説者としての活動が可能になり、ソフトバンクの始球式に登場したり、ゲスト解説を担当したぜ。復権できてよかったね。今回はここまでにするぜ。バンバン更新できなくて本当に申し訳ないが、頑張るのでまた遊びに来ていただけるとありがたいぜ。お付き合いいただき、ありがとうございました。